ゾノトーンは2007年5月14日に創業したオーディオ用ケーブルアクセサリーの製造販売会社である株式会社前園サウンドラボのブランドである本社東京都中野区当時オーディオ業界から一線を知りていた元オーティフォンジャパン社長であった前園俊彦が株式会社トライオード山崎淳一社長からの熱い要望を受け 業務提携をする形で2007年に創業した。都市彦氏は、前身のオーティフォン、ジャパン時代の1990年秋に、世界初の 7N オーディオ用ケーブルを商品化し、改めて潜在の重要性に気づく。当時、熟考していた DMHC 構造を、さらに進化、前進させ、適化で良いものを提供するという理念を具現化すると、共に、オーディオは、 金満家の特殊な趣味ではなく、一般生活者の趣味としてのオーディオを位置づける、ものづくりするという信念のもとブランドを立ち上げた。同社のケーブルの最大の特徴は、プラスマイナスの新鮮材料も一様ではなく、超高純度7ン6区、5クというプレミアム銅を、はじめ、DCR の低い、純銀コート銅線、4 n 無酸素銅線、最近では、 高純度無酸素動線ピーク度や高機能純動線配布区などの異種素材を組み合わせ、様々な線形、異種線形を複雑に絡み合わせた新しいハイブリッド、多振動体を実現していることである。これこそが同社が開発した DMHC 構造であり、独立多振動体を中心コアの周囲に円筒型に配置し、プラス側とマイナス側と絶縁ダミー材を挟んで隔絶させる。 方式である。同社のスピーカーケーブルに採用したのは、さらに一歩進化した DMH シーズンを方式である。これらは大電力とともに先辺万化する微細な信号を正確に伝送させるため、円筒状にまとった国体化振動体をホットとコールドに分離、独立させた極めて完成度の高い構造であり、この構造こそがインダクタンス、キャパシタンスの低減化。 位相歪み、高周波もしくは根変調歪み、クロストークなどの低減、帯域バランス特性等の改善、共振、電磁誘導、振動抑止対策、エネルギー損失の防止等々に極めて高い効果を発揮するという。同社のハイブリッド動体は、長い時間をかけ、膨大な施策と視聴の繰り返しによるデータをもとに、独自の黄金比を創出している。物理的、 科学的分析から得られる定量的、かかり数学的な解釈だけに頼ることなく、耳による音楽性を何よりも重視しているという。さらに、同社のケーブルアクセサリーは一部部品を除き、ほぼ全て日本製である。同社のケーブルのシリーズは主に、シャプリームシリーズ、グランディオシリーズ、ネオグランディオシリーズ、グランスターシリーズ、マイスターシリーズのシリーズ他、 一層ジャンルに特化したユニークシリーズとしてロイヤルスピリットシリーズ、ブルースピリットシリーズがある。シャプリームシリーズ2010年に登場した同社のフラッグシップにあたるシリーズ。シャプリームイコール思考に H がついているのは思考のさらなる灰を意味する。シュプリームシリーズは異次元の感動をテーマに同社が培ってきた独自な発想力、柔軟な開発力、 斬新な技術力を消化させ、思考のさらなる高みを目指したスーパーグレードな製品群である。グランディオシリーズ同社のミドルクラスにあたるシリーズで、同社創業時から存在するシリーズである。コンセプトはコスト制約を取り除き、税を尽くして作りたいケーブルを作る。チャレンジ精神で市場のケーブル作りにトライし、今求められるベストなケーブルは何か。 その回答がこのシリーズである。ネオ・グランディオシリーズ2013年に新たに登場したシリーズ。グランディオシリーズとは別コンセプトのサウンドを目指したシリーズ。高機能動線ハ動フ配クを同社、日本で初めて採用したシリーズである。最高峰、シャプリームシリーズの血筋を受け継ぎ、グランディオシリーズの魅力に肉薄しながらアナログの良さを追求したシリーズである。 グランスターシリーズ2015年に新たに登場した同社の新エントリークラスである。ハイグレードなマイスターを最高級のグランディオに近づける。高純度無酸素動線、ピーク度と高機能純度線ハイフックをハイブリッドで採用しエントリークラスを超えた壮大にして立体感のあるサウンドを目指したという。 マイスターシリーズ同社のエントリークラスにあたるシリーズで、グランディオシリーズと同様、同社創業時から存在するシリーズである。ハイクオリティかつ手にしやすい価格を実現し、より多くの方に高品位なオーディオの楽しみを、そんな思いを具現化した製品群であるという、ロイヤルスピリットシリーズ2016年に新たに登場した新シリーズ。同社創業10周年記念シリーズであり、 設計、開発は、現在の代表取締役社長の前園力氏が担当した。同社のケーブルのサウンドはこれまで前に迫ってくるサウンドが印象的だったが、このシリーズは広がり感と奥行き感を重視しており、限りなくステージに近いサウンドを目指したという、ブルースピリットシリーズ2012年に新たに登場したユニーククラス。 年彦氏の熱い思いを反映したシリーズでもある。最大の特徴は、同社が開発した新モダーンスズメッキセンと純度の高いピュア動線をコラボしたことにより、スズメッキセンの暴れを抑えながら、鮮度感やダイレクト感を最大限に引き出した。これにより、濃厚、濃密、重量感に満ちた迫りくるサウンドを実現したという、ありがとうございます。